アンジャスの渡辺謙さんの、テレビ復帰について思ったのは、もう、事件からもう1年7ヶ月ぐらい経ってるんですよ。だからね、もう彼も反省してるし、もう僕は許してやってもいいんじゃないかなと思いましたね。いや、だってね、彼は前に僕はこう、彼の人生はね、ずっともう谷に行くっていう動画あげましたけど、彼はもうそのね、もうずっと谷を登って山行って、そしてまた谷に落ちて、でまたこうやってテレビにね復帰してきたわけですよ。だからもうね、もう人間やっぱり過ちがありますからね、いい加減に許してあげましょうって思いましたね。だから今後ね、渡辺謙さんの今後の人生は、やっぱりね、もう平たい道をね、ずっと歩いていってほしいですね。はい、そういったふうにね、思いました。